絶望のテーマパークファンドランドのわずかながら希望を感じられる部分テーマパークファンドランドのわずかながら希望が感じられる部分こちらのお題でスタートです。これを出したかったらキャベツさんからもらった、はい、めちゃめちゃかなり面白いやつだったんですが、ちょっと失礼しました。まとったいたします。おわくさん、園内をよーく見ると手招きする白いウサギがいる。大丈夫か、ついていって。金子さん、翌年大変でしたねの年賀状が届く。ファンさん、園内の壁がよく見たら一旦黄色を全部塗ってから暗い色を塗っている。ダムさん、身長170センチを超えていなければ向こう側の希望を感じるゾーンに行ける。背が高すぎると見えないのが遮られて。はい、トムさん、メリーゴーランドの一頭のユニコーンだけ光が。ファンさん、歩道がひどい。はい、小笠さん、茨に包まれた聖なるチュロスショップを開放すると。ファミ通だ。小笠さん、パレードに追いかけられてるおじさんが面白かった。矢部さん、観覧車のくじのところから脱出できるか。パッチさん、なんかボロボロの電車についてるあの小さな国旗があのかろうじてたなびいている。ドブさん、床に散らばった鮮血の中にポツポツと、あ、これ蜂蜜だ。ダメのそれ。ファンさん、雨の日に来たらあのキャストの人に、いや絶望の上さらに雨もねえって言ってくれる。言ってくれる。残り2分経過。嬉しいかこれ。はい、パッチさん、なんかテーマパークの中でコンビニを始めようとしてるゾンビがいる。ダイヤ改正でパンドランド前駅に快速が止まるらしい。田口さん、シュノロスという甘い救世主がいる。ドラネコさん、なんかいつでもどこでもトイレっていうなんか名前があるだけでなかったらノグソの施設がある。最低限人間が暮らせるようになった。そのせいようにはなってる。はい、ドブさん、マスコットキャラクターに刃物を突きつけられるんですけど、ちっちゃい声でこっちへって。ハンさん、花が外に向かって咲いている。ヤブさん、つけていると悪魔の視野から消えるカチューシャである。ワクさん、一箇所だけ授乳とセーブのできる小屋が。なんか後々考えてみたらここで別れた方がいい彼氏だった。残り30秒、田口さん、いっぱいロープが落ちている。死ねばねこの世から解放されますから。残り15秒、ちょっと時間切れまでちょっと行こう。では動産からいきます。ジェットコースターの先っぽが、ジェットコースターのレールの先っぽがないんですけど、一応湖がある。はい、では時間切れましたので今半分以上解説してください。ジャグさん、ビッグサンダーという人を救うただ大きい雷が発生する。パッチさん、はい、ファンさん、ファストパスを使うと、怖さの総量は同じなんですけど、なんかそのキュッと味わう方法がある。パックさん、なんか勝手に持ち込んだ日本の札がなんか淡く光っている。おかくずさん、パンドランドを支配している魔王の胸元に
正義だった頃の名残みたいなデザインが。トラネコさん、照明が落ちた園内の中でワンカップの缶が綺麗に光っていた。はい、では2問目のお題に参ります。子供の性癖が歪んだらどうするのってフレームがついたことがあります。子供の性癖が歪んだらどうするのってフレームがついたことがあります。スタートです。ジャイアンがゲーミングチンポ稼働部に入った回。この秘密道具で女装をするとね、一度女装をしたら君はもう男の格好でも可愛さのフィルターを通してしまうよ。矢口さん、ガリバートンネルを大きい方から小さい方へどん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 小さくなっていく。金子さん、押し入れの中から俺が何とかしないとと思える鳴き声が聞こえてきた。都市伝説となっているタレント胸チラ。それはただの三流雑誌だから。ボブさん、タラララッタラレザーの手袋。ファンさん、ゲストでルシファー吉岡が出てきて生姜を取り出した。矢口さん、ドラミがギリギリまで助けてくれた。さん、なんかドラえもんが原始時代は今よりもっとエッチなはずさっつってタイムマシン乗るんですけど、その時の背景がピンク色になっている。エッチなんじゃない。タイムさんが挫折したジャイアンが自分の歌声の罵声を待っている。小川くんさん、なんかないか、なんかないか、なんかないか、あ、シワスの大きな。大物エロマカですよ。はい、ハンさん。いや、こんなんも入れるための時計だろ。タブシさん、嘘エイト王王の名のび太が気持ちよくないと言って。ドラえもんが敵に捕まっちゃって、拘束をされるんですけど、こういうタイプの拘束。これはマジの話なんですけど、鉄人兵団のヒロインのギルルが。マジで。マジの話をしないでください。さあ、残り1分30秒、上位2名が突破となります。はい、ファンさん、静香ちゃんが2階のシャワールームでシャワーを浴びてて、のび太がどこでもドアで間違って1階のその部屋に行ってしまって、静香ちゃんの家がシースルーだったっていう。パクさん、のび太が縄で縛られた女性を撃って、僕はすごいぞと思った。飲まれないよこののび太の。飲まれない。もしもボックスに駆け込んで戸籍上アリになりませんかと言った。こらー、たけしーって足の指の股でズボンどれたらチンコを挟んでる。アヘガオダブルコプターってとんでもないから。ボブさん、せっかくどこでもドアで静香ちゃんのお風呂に入ったのに照れるのび太の顔のアップばっかり。ハンさん、最後話が全部解決した後に急にのび太が画面の向こうの子供たちに話しかけてくるんですよ。さあ今から顔の見えないみんなと同時に射精をしよう。3、2、1。今時間が消えました。さあ、ザグさん、出来すぎくんがいろんな2位になるかい。
大学さん。こら、のび、廊下に立ってなさい。のぶさん。あー、のび太くん大丈夫だよ。これは未来で言う縄酔いっていうやつだよ。読むんだな、知らなかった。トラネあ、じゃあ、なんか、さあ、キャーのび太さんのエッチーの後、まんざらでもない顔のシルカちゃんが真正面からのび太くんと向き合う。パッチさん、なんか、海と一体化して、のび太がその快感が忘れられないと言っている。人間では絶対体験できないことを。ありがとうございます。お席にお願いします。1位163ポイントパッチ。2位136ポイントファン。おー